NB4 型は、ドイツ・ライプツヒのライプツヒ市電が導入した、ボンバルディア・トランスポーテーション製の付随車。既存の高床式電車と編成を組むことで列車のバリアフリーサービスの向上を図った車両で、68型とも呼ばれる。この項目では、ロストック市電が導入した、同型車両である 4V 型についても解説する。ドイツ再統一後、ライプツヒ市電では、 東ドイツ時代から使用されていたタトラカーの近代化工事が行われ、対応年数が延長した。一方でこれらの車両は高床式であり、車椅子やベビーカーの乗降に難があったが、1996年の時点でも489両が在籍していた T4D 型、B4D 型のすべてを低唱式の新型車両で置き換えるための資金調達は不可能であった。 そこで、ライプツヒ支電を運営する、ライプツヒ運輸有限会社は、同様の課題を抱えていた、ロストック支電と共に、低コストでの低消化を図るために、タトラカーとの連結運転を行う、超低省電車の製造契約を、ボンバルディアとの間で交わした。それに基づき製造が実施されたのが、動力を持たない付随者の NB4 型及び4、ムブウィ型である。 タトラカーとの連結運転を前提に設計されており、車腹はプラットフォームとの接触を避けるため2200ミ、mm、リメートルに設計されている。台車はスイス部米製の小型車輪を用いたボギー台車を使用し、両端部を除いた車内の90%が低床構造となっているほか、安全対策として車内に監視カメラが設置されている。ライプツィヒシデニア ロストック市電には終点にループ線があり気回しが不要であることから乗降扉は車体の片側にのみ3カ所設置されている。車内照明や暖房用ラジエーターなどに用いられる電源装置はキーペ製である。NGTW6L 型に合わせた新塗装2000年9月に最初の車両がライプツヒに到着し、翌10月から営業運転を開始した。 2001年までに38両が導入され、T4DM 型との連結運転による2両3両編成で運行された。2013年にはロストック市電の同系車両を5両譲り受けし、2019年現在43両が使用されている。営業開始以降、脱線事故の頻発に加え2重窓ガラスの間に雨水が溜まるなど不具合が多数報告されたが、2008年、 以降の修繕工事によりそれらは改善している。また導入当初は T4DM 型にのみ対応した電源制御回路を有しており、他形式と連結しての営業運転は不可能であったが、タトラカー引退後も継続して使用されることから、NGT8 型や NGTW6L 型との連結運転に対応した改造工事が実施されている。 T6A2M 型に牽引される 4V 型1989年以降所有していた T6A2M 型との連結運転を目的に、ロストック市電は2001年から2002年までに22両の 4V 型を導入した。そのうち2両は2001年にポーランドのポズナンで開催された国際見本市に出展された。従来の付随者に置き換わる形で使用されていたが、 2009年以降は T6A2M 型の運用離脱とともに 4V 型の廃車も進み、2013年にはライプツィヒ市電、カッセル市電への譲渡も実施された。2015年4月24日をもって T6A2M 型とともに定期運用から撤退し、同年に実施されたカッセル市電への譲渡をもって、ロストック市電から全社引退した。 ロストック市電で使用されていた車両の一部は2013年から2015年にかけて輸送力増強を目的にカッセル市電への譲渡が実施された。回路の変更などの改造に伴いカッセル市電に在籍する8インツ型超低床電車との連結運転が可能となっており2019年現在改造が完了した給料が営業運転に使用されている。 ありがとうございます。